いやちゃいよ、ラジオネストで今日もやっていくんですけど、今日はね、あ、違う違う、間違えた、画面間違えた。はい、ということで、マルチやっていきたいと思います。今57位なんですけどね、サムネにある通り、まあ、プロ選手はね、みんなまあ8000を目指すというところでね、まあ、8000まであと262かな、うん。なんで、月曜日までにね、ぐいぐいってあげたいなって思ってて、はい、ってな感じで、今日から毎日、YouTube にね、8000度上げたいと思います。今日からって言ってもあと、3日 ?2 日 ?2 日か言ったら。まあ、てな感じでね、上げたいと思います。マルチを数千やりたいと思います。まあ、ただね、前、マルチをやってる時にね、コメント来たんですけど、勝てる動画だけ上げてくれと、言われたんですけど、俺はね、甘いと言いたい。はい、ということで、行きたいと思います。はい。まあ、3戦で、温まったら4戦ぐらいですね。基本3戦で終わらしたいと思います。いやー、環境変わってないかなー。額。なんだっけなー。なんだろう。バルーンじゃなかったっけなー。違うっけ?違った。バルーンだ。マルチバルーン。OK?OK? 引っ張る。OK?OK?OK?Thank you!Thank 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 you!ここは決算重視でいいかな。よいしょ。で、多分ファルチ合わせてくると思うので、はいはい、いいですね。ファルチ合わせてくる。で、バルキリー、アイスピー。バルキリーを切ってから何枚切ったか覚えてないな。で、この角度違うように投げて、こっちも両サイ投げるという感じで、ワンチャン右取るね。あー、なるほど。はい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 。まあここはちょっとコスト抑えめで、ああなるほど、そういう感じですね。まあそっちがその気なら仕方ないですねと。よいしょ。頼む。ああ痛い。まあ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 、これトリトン切っちゃったんで、で相手ね、これ、ああこれ無視でいいかな。でディガー切ったんでね、ここはねバルーン来ないんですよ。なんで、一回、ハンターから行きたいと思います。で、あ、ワンチャンバルキリバルーン来るか、これ。あー、単体来るんだ。なるほどね。で、まあ、チュチュジュンという感じで、で、これはね、アイスピとかだけで抑えられるのはね、ちょっと、面白くないので。はい。てな感じで。よいしょ。オッケーオッケー。これはおで俺はここは守ります。オッケー。いやー、相手守ってくるかこれ。マジマジかマジか。これいやーマジか。いやー、下げられる。いやー、下げられるな、これ。くっそ。いや。あー。かー、マジかー。あー、ケツハンター結果的に良くなかったっすね。やっぱダメだったな、あれ。理がないからバルーン来ないと思ったけど、来ましたね、正直。で、バルキリバルーン来たら、後から三重視でね、許容していけるかなと思ったんですけど、バルーン単体で三重視出したところを、逆サイに座れちゃったので、ちょっと違ったかなって。あと、ちょっとアウト取った時に、左側に、なんだっけな、アイゴレ、三重視展開した時か、左側に、アイゴレ二重視と、右側にね、なんだっけ、一重視とゴーストやったんですけど、やっぱゴースト隠れてるから、一重視側に竹取っちゃうんですよね。それで、ゴーストだけでね、キング起動されちゃって、そう、キング起動されちゃったからね、最後の攻撃もやっぱちょっと通らなかったので、なんだっけ、覚えてね。いや待って、これあれだ、クロスだった気がする。
ワンチャン。うわ、最悪だ。うわー、マジかー。狙われましたね、これはきっと。あー、きついきつい。ちなマジで。クロスはマジでね、勝ったことないんですよ。引き分けならね、何回かガチ粘り、本気のガチ粘りでね、あるんですけど。よいしょ。よいしょ。まあ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 。ファイバー使ってきませんね、と。セパすればよかったな。セパじゃなくて固めればよかった、そしたら。いやーマジか、これきつい、もうマジで。うっていやー、危ねえ。これアイゴレが手元にあるんで、まあ、とりあえずクロス立てられてもね、緊急回避できるという感じで、まあ、でも次相手はね、多分ね、橋前にテスラを立ててくると思うんですよね。はいはいはい。これなるほどね、ギャンクだったな、順番が正直。ああー最悪だ、終わったこれ。これやばい、これやばい。あー終わる。どんどん遅延かかって、どうにかなってくれ。スケが来る。やめやめろ、来るな来るな。あー終わったー。これあれだ、ちゃんとアイゴレにタゲ行くの確認してからやらないと終わるんですよね、これ。いやしかもこれね、このミリ残りからね、どうせアイゴレ伝命されるんですけど、これしない、マジマジ？しないの？延命。それは美味しい。やった、2倍タイム入った。美味しい美味しい美味しい。マジっすか？やった。よいしょ。やべ、相手が竹ずらしてきた。危ねえ。そういうのマジで危ねえから。マジでやめてほしい。よいしょ。頼む。残れ。きたー！よし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 。これで、これをぶん投げて、これアイゴレ逆再誘導されないようにトリトンで捕まえの、はい、よいしょ、いいよ、よいしょ、あ、まあ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 、言うてね、言うて、いや、いて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 、あ、終わる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 、あ、20死軽く許容された。あ、ファイボ使ってないっていうのがね、でかすぎるんだよな、正直。やめろやめろー、やめてくれー、マジで。もうあー終わった終わった、最悪だ。途中までいい流れだったんだけどな、最後の30死のとこもいい流れだったけど、普通にアイゴレ歩かして、こっちにファイボ咲かして、もうちょい落ち着いてよかったっすね。一重視放置して、アイゴレつけないでよかったな、あれ。もったいねー。ちょっと勝ち筋あったけどな。最後の方相手がね、一瞬ゆっくりになったんで、もうちょっと考えて展開すれば、ワンチャンあったけど、いやー、ちょっとねー、あのゴースト、落ち着いた時のゴーストトリトンとかね、ちょっといい攻撃できたんですけど、端前のね、テスラとかにハンター秒で当てれればいいけど、ちょっと迷っちゃったっすね、あそこ。くそー。いやーマジかー。きゃー負けだ。ゴレとか引きたいな、ゴレとか。ふぅ。バルーンもなー、でもあそこ、ハンター展開はでも甘えちゃったかな、やっぱ。ちょっとね。やっぱ相手もハンターあったらバルーン投げにくいからね。うん。だし、やっぱ30種持ってる時に、バルキリーバルーンとかも絶対できないし、正直甘えた。あそこは甘えてしまった。シャドウなんだっけな、なんだっけな、なになになに、そのスタンプ、なに、俺のデッキ知ってるよみたいな、やれてるぞ、いいの。よいしょ、トリトン、なるほど、トリトン返し、この子はキョスケとかやめてね。うわー、これ起動するやつやん。違うんかい。おや？え、なになに？なんかわかんないわかんないわかんない。これでも30、これにもう一枚引き出せるんで、多分右に。スケないんで。お、マジ？ファイボー。
ほう。ってことは、今ここに5打ったってことは、キングに打たないってことは、つまりあれなんですよね。多分キング起動されたら嫌なデッキ。ワンチャンスケラの、ごぼう、ごえ、ごぼうりのやつか、ごぼうごえのやつか。違うな。いや待てよ、わからんワンチャンラバか。え、キング起動しないんだそれ。なるほど、知らなかった佐藤は。はい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 、なるほどね。で、じきにこいつ連れてかれるので、あ、いらんかった、もったいない。うわー、やばい、切れそう、チーム切れそう。あべ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 、ここにファイブを使わせたいので、こういう落ち着いたタイミングで、トリトンとかない時にね、こうやってロイフグ飛ばすとファイブを使ってくるんですよ。たまに使ってこなかったら雪玉待つで稼ぐ。よいしょー、いいよ。でこれはまだ多分ロイは出せないと思うので、あーでも2倍に入ったから出せるかな、ワンチャン。うーん、大丈夫だった。よいしょー、いや、そうです、起動されてもいいやつやん。しかもずるいわ。はい、で多分次に、はい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 、こいつ直に寿命が来るんで、さっさ、さっさ逆サイ持ってって、よいしょ、これでいいかな。 OK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 。 で相手は5打ったので、ここに三重子出してあげて、ワンチャン3周目ロイが回るんで OK で、まあトリトンもいるということで、まあ、GG ですね。まあ、5ロイぐらいなら勝てますね、正直こんな感じで勝てるんですけど、5ロイぐらい引ければいいな。いいよいいよ、いい感じいい感じ、いきます、どんどんいきます。3勝とは、できれば3勝で終わりたいとはって感じなんですけど、全然いきます。うーん、勝ち越したいなーつって、結局2勝2敗からもう一戦やって2勝3敗になるやつだ、俺の動画あるある。マジね、そんなんなんすよね、ほんと。でもマルチだからね、許してほしい、ほんとにほんとに。全然マッチングしないなー、もっとポンポンしてほしいんだよなー。でもね、最近やっぱグラチャルとかもね、ちょいかそるんですよね、やっぱり。本当になんか時間帯によって、昼とかね、全然マッチングしないですよね。うわぁ、ちょっと下引いた。俺が今7500、あ、じゃあ、7710何歩とかだから、多分これ負けたら40か39持ってかれるぐらいかな。まあ、言うてね、言うてやっぱ、上位なら仕方ないみたいなところで。もう、俺が上位なので。間に合ってくれ。え、プリンスって何？でもこれで来て大体なんだろう、メガナイトプリンスか、ワンチャン、ワンチャンメガナイトプリンス説ある。オッケーオッケーオッケー。ってことはこれを許容して、これでキング起動ですね。オッケー。で、これでキング起動したワンチャンやりごぶとかギャング追加が来るので、はい、来ないってことはこれいけるぞ。で、ギャングとかにやってユキとか打っちゃえば OK。いいですね、スケがいい味出してる。いいよ、 OK。 これハンターゴーストの形なかなかだるいと思うから、多分メガナイトとか来ると思うんですよね、多分。はい、なのでここをまた、まあ、メガナイトからのスケバレぐらいかな、ワンチャン。はい、なのでトリトンでちゃんと引っ張ってあげて、ここはタゲが変わっちゃうんでね、ちゃんと。よいしょ、OK。OK、ザップ打たれてもまあ大丈夫ですね。
でここはロイフグ行ってから三重ステパですね。でこの三重市は、あんまり通らなくて、メガナイトがあるターンなので、オッケー、でこれアイゴリ逆サイ誘導してあげてからの、オッケー、で、まあ、でここはね一回待機ですね。一回待機、一回ケツハンターから始めて、そのそうこいつが来るんでワンチャンギャング追加とか来そうではあるのですが、オッケーオッケー、そっちは欲しい、そっちは欲しい、そっちは欲しい、正直そっちは欲しい、オッケー、めちゃくちゃ欲しい、めちゃくちゃ欲しい、よいしょー、ワンチャン回んのかそれ、オッケー回る、ワンチャン回る、おい落ちたー、グッドゲーム。いやめちゃくちゃうまく立ち回れたね、めちゃくちゃうまかった今のは。はいって感じでね、メガナイトとかも一回そのなんだろう、メガナイトとかがね来るときにスルーする、二重子をねちゃんとスルーしてあげるターンを作ってあげると、今みたいに結構メガナイトプリンスとかねダルメの、まあ言うて大型スペルがないんで三重子をうまく展開できれば今みたいに刺さるって感じなんですけど、逆にそのやりすぎちゃうと二重子の前にロイホグをねメガナイトが出せるときにね、あの出したりするとやっぱちょっとあれってなっちゃうんでね。よし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 、めっちゃいい感じだった今って感じで、ラストいきたいと思います。よいしょ、やっぱね8000目指すものとしてここら辺ではひよってられないんですよね正直。で今回の8000ボーダーね、多分今7900ぐらいなんですよグロ1位が。なんでグロ1位が7900ってことは、多分1日ね今結構100ちょいぐらいのペースで伸びてるんですよね。ってことは前回のロングシーズンが8260何本ぐらいだったんですよ1位が。なんで多分同じぐらいになるんじゃないかなっていう思ってますね個人的には。あと多分2日とちょっと、2日とどんくらいだろう、言ったら、今日がなんだ、今日何曜日だ、日曜日、やばっ、もう1日とちょっと、じゃあそんなのみ8160とか70ぐらいか行って、まあそんなもんかな。まあ最終日はねやっぱ1位の人が争うんでね、ぐいぐい上がり合うんですけど、そうだからねここら辺から、いや B ノーマル、この人はね、中身が変わってなければ、ペッカですね、ペッカは相性がいいのでここは勝ち切りたい。負けたらマジただのプレイミスですね、怒ってる、タンペッカだ。でペッカ相手はここで、ハンターにね単体で勝てるユニットがいないのでアイゴレをつけてあげるとこういう感じで、ふぅー、オッケー、でゴーストをつけてあげて3が5、なるほど、よいしょ、いて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 、あーなるほどね、それはうまい。でこれワンチャンハンターと連続で切ったので工場が来るんですね、はいはいはい、なのでここは二重子で、もしペッカが端前来たら OK、 まあポイズンですね、よいしょ、でまあこれもどうせ何かしらで抑えられるので、まあステイですね一回、 OKOK、 ここで U のが相手を持っているので、ケツゴーストして、はいはいはい、でこれ間違いなくザップ打たれるので、はい OKOK、 上手い人は絶対打ってくるんで、ね、こういうとこでロイホグセパしてあげると地味ダメージ稼げるんで、オッケーオッケー、でザップ打ったのでトリトンがやられる心配がないので、やばいやばい、あーこれこの位置ねゴーストキング起動できるんですよ、だから出したんですけどやられちゃったっすね今、いやー渋い、やばいマジか、それあぶね、スローかかってた、危ない危ない危ない、
それはだるいな、ちょっと。やべえ、すげえ負けそう。よし、ザップを切ったので、ここでロイフグを出して、お、来た。これはね、いいですよ。非常に。もし工場が来たら、トリトンで寄せられるので、ペッカない。よいしょ。いけ、頼む。頼むから入って。お願いだから。よし。危ねえ。めっちゃ耐えた。はいって感じでね。残り3戦全部相性いいの引けたな、正直。これはまあ言うて PS 次第ですね。でもここら辺はやっぱ相性がちょっといいので、勝ち切りたい相性ではありますね。やっぱペッカがちょっとロイフグに対してダックプリ型だったらまた変わってくるんですけど、ロイフグがやっぱゴースだけだとね、あと雪玉とか打たれちゃうとちょっと止まりきらんっていう感じで、お、いいよ、41、全然更新していきますね。はいって感じで、今日はね、まあ最初2敗しちゃったんですけど、最後に3勝できたんで、まあ良きかなという感じでね、地味にねトラ上げていき、良きです。はい、で今ね、毎日投稿頑張っておりますね。もしよければね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は何でも終わります。バイバイ。